ル・マエストロが送る大人の贅沢空間、ヨーロッパの窓辺から。正式に旅行のお話をするのは今回が初回です。前回お伝えしたんですが、2005年に起業当時に行ったモニターウェディング第1回目の場所、イタリア・シエナについてお話しします。まずですね、モニターウェディングについてちょっと説明させてください。あの当時ヤフー検証サイトっていうのがあって、今もあるのかな。そこに3カップル限定で、ヨーロッパであなたのウェディングを叶えます、あなたのやりたいオリジナルウェディングを教えてくださいという募集をしたら、なんと100組の応募をいただいたんです。その中で圧倒的に人気があったのがイタリア。もちろんイタリアは3組の中の一つには選びたいなって思っていたんですが、できればイタリアらしさが出る、もうさらにいかにも王道ではない場所ということで、イタリアの中世の香りが残る小さな町が候補に残りました。実際にウェディングのベースとなった町はシエナ県にあるモンティジという町です。どれだけね、このモンティジという町をイタリア人が知っているんだろうかなと思います。ほとんどの人知らないんじゃないかな。ちなみに最寄りの駅はシナルンガという駅なんですが、これですら知っている人はなかなかいないんじゃないかなと思います。シエナの町から約60キロ強ありまして、1時間弱車でかかります。むしろね、同じシエナ県で風光明媚で有名なオルチャ渓谷とかピエンツァという町の名前は聞いたことありますでしょうか。ここのオルチャ渓谷はだいたい30分ぐらいで着きます。まあ、まさにオルチャ渓谷の、一部というか始まりなんじゃないのと思わせるような大自然に囲まれた場所です。もともと気球ウェディングをしようということでこの町にたどり着いたわけですが、とにかくもう周辺の町もとっても小さくて、町村というくらいの大きさです。実際にモンティジの人口は300人切っていますし、その300人ですらどこに住んでいるのと思うほど、高台にある町は3分くらいで回れる小さな町です。当時まだ私はイタリアをベースにしてなくて、このモンティジに日本から入るんですね。で、実はその時のフライトが遅れて、当初予定していた時間よりかなり遅くトスカーナに入ることになってしまいました。で、アクセスもローマから特急ではなく急行のような電車を乗り継いで、最後には単線の1時間に1本ぐらいしか走ってないような電車でシナルンガに着きます。こんな田舎の小さな駅にはタクシーも停車してないのでね、あらかじめホテルから教えてもらっていたタクシー会社の人に電話して駅までピックアップしてもらうんですが、その迎えに来た車が、これタクシーじゃないじゃんっていうぐらい普通の自家用車なんですよ。もう本当ホテルに教えてもらっていなければ怖くて絶対乗れないなっていうような、そんな車です。で、ホテルの名前を言ったら、ああはい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 みたいな感じですごいスピードで飛ばしていくんですね。でも、みるみるシナルンガの街もね、そんなに大きくないですから、あっという間に後にしてしまって、大自然のくねくねした道にも結構なスピードで入ってくるのでね、気持ち悪くなったらどうしようとか、なんか事故るんじゃないのとかドキドキしていた、ちょうどその時に目の前の視界がパーッと開けて、もうね、その景色、パスタのパッケージに出てきそうなグリーンのね、丘が連なって、糸杉が列をなしている絵に描くトスカーナそのもので、風が吹くとその丘は緑色の、草というか、あれ麦なんですかね、でこう覆われてるんですけれども、その緑色の絨毯が遠くからこう銀色に変化していって、グリーンとシルバーのウェーブが起こるんですよ。そこに神々しい何かがいるんじゃないかと思うほどすごく神秘的なんです。で、またね、ちょうどサンセットの時間に当たったということもあって、もう言葉では表現できない空の色と目の前に広がる景色に鳥肌が立ったのを覚えています。
朝は朝でもわっと朝煙の中の若葉色の新緑のグリーンと、さらに道端に何気なく咲くポピーの花のオレンジが本当に鮮やかなんです。そのコントラストもねすごい綺麗なんですよ。実はその私そこに行くまで全く知らなかったんですが、このピエンツあたりに行くのならベストシーズンは4月から5月中旬、たまたまモニターウェディングを行ったのが5月の上旬だったので、私たちは知らないうちにベストシーズンを選んでたんです。この風景はね今でもね本当に私の頭に焼き付いていて、実際気球のウェディングは気球自体が5人しか乗れなかったので、まあ、カップル、フォトグラファー、ビデオグラファーっていう風になると目いっぱいで私は乗れなかったんですけれども、おそらく上空から見るグリーンの美しい中に中世の街並みや、時にはね廃墟のような建物、そういう茶色のこういう点々としたのが見えて、これからの景色も本当素晴らしいものだったと思います。ぜひイタリアに行かれる方、特に春先に旅行を計画されている方には無理をしてでもトスカーナに行ってもらいたいなと思います。トスカーナの街、有名なところだとフィレンツェ、ピサ、シエナ、サンジミニアーノ、アレッツォなど本当に素敵な街もたくさんありますが、ポツンと名の知られていない街でゆっくりするのも本当におすすめです。今日のお話はイタリアのシエナ県にある小さな街でのお話でした。今日ご紹介しました内容はブログやインスタグラムなどで詳細の情報や写真を公開していきますので、ぜひそちらもチェックしてください。それでは皆さん、元気にお過ごしください。